ね、実はね、そのネットの使い方を皆さんね、知ってる？ 知ってるわーってネット上に見るかもしれないけど、うちは知らんなんちゃうかなと思うね。例えばさっき言ったその喫茶店の始め方？だって、知ってるで知ってるよ。まあ、例えば、その質問ですけど、誰が答えてくれませんかみたいな。で、ベストアンサーとかあるやんか。あのベストアンサーでもね、100%じゃあ信用できますかみたいな。じゃあ、さっきのね、喫茶店始めた人のエールの話に戻るね。じゃあ、それはじゃあ、本当にそうなんですかって。その通りやったらそうなるんですかってわけじゃないやろ、それでもな。あなたの問題や。うちの情報を使ってあなたがやって成功するかどうか、あなた自身の問題なんですよね。あ、じゃあやめとこう。もう情報の取り扱いだけにしとこう。という人は一生喫茶店ができない。すっごく楽しいんですけど。喫茶店の内面にネットもできるよ。そういう店もあります。流行らんかったら流行らんかったらネットできるし、流行ったら誰かが取って、しかも誰か奥さんもらって、あ、旦那さんがもう一人雇ったらいいよとか言ってくれて。結構できる。じゃあ、いろんな新商品作って、インスタグラムでアップとかできる。でしょ？それは関係ない世界やねん。全然関係ない世界やねん。じゃあ、うちも皆さんと関係ない世界やな。じゃあ、お前、政治発言してるやんけ。あ、喫茶店主って結構政治発言してるよ。だから、もうアカウントのプロフィールに書いてないかも。喫茶店マスター、ドエースなんて。な、厄介やもん。え、どの店やねん。言われたら厄介。書いてんじゃん、興味。Facebook は書いてたけど、それで言うと、2015年ぐらいまで。まあ、だんだん書かんようになってきてあった。政治発言する人はね。で、店の宣伝のためにやってる人は、まあ、インスタの方が有利なのかな、知らんけど。Facebook よりはね。Twitter よりはね。どうなんだ。だから Instagram って結構その店の宣伝使われてる。商売に使われてるの。商売用の SNS ツールみたいな使われ方を非常にしてる、事実上ね。Instagram ね。で、うちは政治関係者から、まあ、商売じゃないけど、まあ、家業じゃないけど、言ったら職業でもないの、政治家、政治関係者かな。ただ、趣味でもないみたいな。どう言ったらいいのかな。じゃ登録してるしな、大阪府庁にな。で、うちのその飲食に関してもね、食品衛生の、責任者の登録はちゃんと大阪の方にして、それで全国使えるんだけど、なぜか札はずっと大阪のままやね。はてなーと思うやろ。いちいち取り直さんでんねん、都道府県変わっても。はてなせいだよ。そのまま取り直さんでんの、はてなちゃうわ。札はそのままやねん。大阪のままやねん。保健所な、大阪保健所のままやねん。それがベビーンと出ちゃうんだ。なんか変やなって思うけど、今まあまあ、今こんな感じなんですよって言われてるだけ。保健所、こっちの保健所ね。まあ、じゃあしゃあないじゃない。で、じゃあ、まあ、それは置いといて。だからその100%成功しますか、それをその通りやってて、ネットで聞くのはやばでしょ、ね、成功するかどうか、その情報を得て、自分の問題やんか。そんなロールプレイングゲームのファンタジーのその冒険やんか、聞いた話。親父、それで本当にそれ財宝手に入るんだけど、普段巻くなよみたいな感じだろ。ディルガミンやったっけ。 なんだ、例えばな。でしょ、でしょ。そんなもんやから。だから、始めたい人は、じゃあ、ママさんってブレンド作らんでええの？ ガビーン100%そうですか？どのママさんもそうなんですかって言うなよっていう話でもそうや。じゃあ、100%じゃないけどって書いてくださいよとか言われても、自分で書きやされた。おつじさん言ってたけど、あれ100%じゃないよ。自分で書いたらいいの。じゃあ何%なんですかって聞かれるよ。え、おつじさんに聞いてくださいって。は？